Have you ever heard the story or the saying, never drive your heroes? Good example of that, the Lamborghini Countach. Beautiful car, poster car. I had one on my wall. And it's definitely not one of those cars you really want to drive, to be honest. Today, I'm in a different hero, but as you could probably tell, and hear, it's definitely not a Lamborghini. Right. Don't believe that story. So today, on Tokyo Tuna, we wanted to do something very special, something different, something unique. So, as the sign says back here, we are at the School of Nihon Automotive Technology, and I needed some help. This is something really special. So I have a good friend, Corey. He runs at Visual Kimonos. Don't worry, description will be down below somewhere. And we'll be sharing you this special car. But if you know anything about Nats, you might have an idea of what kind of car I'm in. I'm Ron Celestine, Tokyo Tuner. There's tires. And enjoy. God, I love this thing. I want one so bad.私がいる学校は日本自動車大学校という学校で 4つのコースがあります。1つが整備科、メンテナンスとかするようなコースで、国家試験である2級整備士というのを取ります。それが整備科というコース。また私どもがいるカスタマイズ科、それは整備科が終わってから進級して1年行くコースです。またモータースポーツ科というコースもあります。同じく整備科がベースになってくるんですけども、そこから進級して1年間行くコース、あとは研究科というコースがあります。それも整備科がベースで、そこから進級して2年間行くというコースがあります。私どもの学校は750人ぐらいの学生が在籍して、いろんな科で勉強をしています。名前は高山義久です。私の仕事は日本自動車大学校のカスタマイズ科の講師をしています。この車はスズキのジムニー、型が JA11 という型のジムニーを使っています。カスタマイズ科に入ってきた学生が自分たちの発想で作ってます。もともとは大きい SUV 系をちょっと作っていきたいなというのが初めの彼ら学生たちのイメージとしてあったみたいなんですけども、そこから先生といろいろ話して、じゃあ 6x6 がちっちゃくなってたら面白いんじゃないのかと。しかもやはり日本にそんなにないんです。価格帯も8000万円というような価格帯なので、自分たちには手が届かない夢の、そういう車を自分たちで作って乗れたら素晴らしいんじゃないのかと。また1台100万円という予算で作ってます。それはもちろん原価なんですけども、8000万円が100万円になったということで、作ってみようというところが始まります。先ほども言いましたけど、ジムニー JA11 という型のジムニーを使いまして、何を目指したのかといいますと、メルセデス・ベンツのアーマーゲイ 6x6 を目指していたと。このジムニーを2台使ってます。で、6輪化して後ろ側をピックアップの状態にして、前側を顔面移植するというのがこの車です。先ほどもお伝えしたんですけども、このジムニーを2台使ってます。で、1台のジムニーともう1台ここの部分をカットして
つなげて六輪化してます。モデルになってるのは先ほども言いましたけどメルセデスベンツのアーマーゲーム 6x6 をモデルに作ってます。どうやって作ったのかという質問ですが、これをキャビンとフレームを分離した状態の写真ですけども、そこからもう一つアクセルを付け加えまして六輪化してます。それに伴って、ブレーキのパイプをしたりフューエルフォースのパイピングをしたりしてます。でボディは、ピックアップに、なってますけども、こんな感じでちょっと見づらいですけどボディをカットして、そしてこの人のスチールでつなぎ合わせて作っていってというのがこの車です。トランクですが、本物のアーマーゲーがウッド調になっているのでペイントで、エアブラシでペイントしました。でまたロールバーも自分たちでワンオフで作っています。もちろん後ろ側がトランクが開閉するんですけども、そちらもカットしてワンオフで作ってます。パワートレインはこのまま、特に加工は加えてません。フロント側のグリルも本物、あとバンパーも本物なんですけども、当然本物は大きいビッガーなんでそれを詰めてやってる。エンブレムのところもそうですし、あとは LED のライトも本物を使ってでやってます。またテールランプも本物を使ってやってます。だからポイントになるヘッドライト、テールランプとかライト類またはバンパーなどは本物を使ってそれを短縮加工してやっているというわけです。カスタマイズ化のカリキュラムについてなんですけども、4月から始まって3ヶ月間4月5月6月とベーシックな勉強をします。それから7月から車両製作を始めまして、で1月に東京オートサロン、そこに向けて作っていきます。だいたい6マンス半年使う。今回東京オートサロンに出したのがこんだけ出してるんですけども、その中の1台がこちらの車両です。でその後ですね、先ほども言いましたけども、今度は製作したものを一般公道で走れるように車検を取得して、でテストランキャラバンという卒業旅行に行くというのがこのカスタマイズ化のコースです。ですので6ヶ月間かけて作っているとファンによっていろいろ異なるんですけど、アベレージとしては7人から8人、ここの班は12人同じインスピレーションを持っている学生が集まるっていうのが基本的な趣旨。うちの私どものカスタマイズ化っていうのは作りたいものを学生が集まって作っていくっていうのが趣旨ですので、自分たちが考えた車っていうのを作っていく。まあ、そのためには基本的にはガイドラインとして7人から8人というのは言ってますけども、その前後はあるということですね。ですから一番少ない班ですと5人班というのもありました。私たちと一緒に夢のある車を作りましょう。Looking like there's cars. I'm on a racetrack. How was that? Should I do another drive one or?